J リーグ野々村チェアマンに DSN 単独インタビュー。どうですか、新潟の印象というのは。土地として、町の印象ですか、はい、今までもあんまりこう来てゆっくりいたことはないんですよね。ただ時々、まあ、前回もクラブの関係者の人と少しご飯食べに行ったり、まあ、もっと前だと反町さんが監督やってた頃とかは反さんと飯食ったりっていうのがちょこちょこあるぐらいなんで、そこまでまだ堪能できてる感じじゃないです。結構あれですか、米花は召し上がれるんですか。米花、ああ食べますよ。あ、思い出しましたけど、前回来た新潟に、前々回かな、前回か来た時は翌日が健康診断で、僕が何も食べてはいけない日だったんですよ。ああ、だけどスタジアムにいっぱい美味しいお菓子が置いてあって、もうハッピーターンは1個食べたら止まんなくなって、それを思い出しました。それは嬉しいんですけど、ね、ああ健康診断大丈夫だったと思いますよ、はい、本当はね、うん、そうですね、検査結果はまあ置いといて、検査はできたっていうことで、本当はね、あんま良くないのかもしれないです。あのアルビレックスの、はい、まあ、なんか印象といいますか、野々村ケアマンからどうご覧になってますか。まあ、これはよく言われることですけど、ホームスタジアムでのホームアドバンテージがやっぱすごいあると思うんですよ。っていうのはサポーターの熱量みたいなのがすごく大きいんで、それが一番のストロングポイントだったりするのかなとは思います、ね、これやってる選手でも、そのクラブ経営してても、特にアウェーに行った時に、この空気の中で勝てるかなって不安になるスタジアムってやっぱいくつかあると思うんですよね。新潟はでもまあそういうスタジアムだと思います。こういろいろなこうスタジアムを足を運んでらっしゃると思うんですけれども、その中でもちょっと違いがある。違いっていうところまで僕も分かってないかもしれないですけど、まあでも間違いなく熱量はありますよね。で、まあ、去年までその数年間 J2 にいたとはいえ、その J2 の中でもまあやっぱ圧倒的なスタジアムの雰囲気作るじゃないですか。現場だけじゃ勝てないと思うんです、あの選手とか監督だけでは。もちろん圧倒的な資金力があって、例えば世界のトップ11を置けば勝てるのかもしれないですけど、そうじゃない中でも、まあ、ある一定 その予算の差はあるじゃないですか。でその差をやっぱ埋めるのは現場の頑張りだけではなくて、やっぱりスタジアムで作る、そのサポーターが作る空気感だと思うんですよね。でそこも相まって、今いい感じでまた登り始めてる感じじゃないかと思います。だ僕はだからいつも、週末のホームゲームでどんな作品が作れるかっていうところが大事だっていうふうにずっと思っていて、まあ、ピッチのレベル、スタジアムのスペックだとか出し物で、あとはそのサポーターが作る熱量って言ってる、その熱量はやっぱり量は、あの熱量を上げたければ人数とかも必要だったりするじゃないですか。で、まあ1万人がでも、その作品を作り上げる1万人ではなくてファンの1万人だったとして、サポーターと言われるような熱量を出してくれる人がゼロだったとする。で逆に5000人熱量を出す人がいて、ファンがゼロだったとするなら、絶対5000人の方がいい作品になると思うんですよね。そういう意味では両方がやっぱりアルビレックスは、そのファンの人たちもいるし、サポーターと言われるような人たちの作る熱量もあって、これを見たくて来てるっていう人もいい循環になっている。国民をこう向上させるためには何が必要だと分かる？ピッチ上のレベルですよね。でこれは育てていいゲームができるようにするっていうことができたとしても、3年後に同じメンバーでできるような世界ではないんですよね。ってことは、いい仕組みを落とし込んで、いい選手、誰かが出ていく、まあ、売れたお金で新しい選手が来るっていう、そのサイクルをしっかり回せる人がいるかどうかっていうのが、まあ一個大
大事な部分ではあると思います。で、まあ、もう一個はスタジアムでいうとワールドカップの時にできてもちろんいいスタジアムだとは思いますけどもっともっと20年経ってこんなスタジアムがいいなっていうスタジアムが日本中にどんどんできています、まあ、世界中にもそうなんですけど、で20年前にすごくこう新しいと思っていいなと思ってたものとはまた別の魅力をそこでどう出すかみたいなことができるかどうかというのは結構難易度は結構高いと思うんですけど、理想の作品っていうのは、そうですね、まあ、地域によって全然違うと思うんですよ。あとクラブによって今こう表現できる作品はどんなものかって多分違うと思うんですよね。だから新潟は新潟らしく圧倒的なオレンジでもう楽しみが染まってで選手の一つ一つのプレーにみんながこう一喜一憂するようなその熱量あるものを作ってくれると多分それを見たくて誰かが来る、また他の県から、まあ、もしかしたら海外からも新潟のその観光の名所とかっていうものを含めて行ってみたいと思う人たちが出てくると思うので、その地域らしさ、まあ、新潟らしさが出るような空気感が作れるといいなと思いますね。アルビの中でこう注目する選手っていらっしゃいますか？注目ですか、まあ、若くていい選手いっぱいいますよねって、まあ、前線の方でその水戸君とか伊藤君とかもちろん面白くて将来性とか可能性もあるとは思うんですけど、一番気になるのは、まあ、僕は堀米が一番気になります。やっぱり特別な思いっていうか、まあ、ゴメスが何歳だったんだろうな、本当16歳とかそのぐらいから、ね、見てるので、でゴメスがプロになったのも、まあ、コンサドーレでプロになって、ね、一緒に仕事してたんで多分彼なんかが初めてこう社会に、まあ、プロになって社会に出て一番接する機会の多い大人みたいなのが僕とかだと思うんで、ああ、よかったな。いや、ね、やっぱりその経緯を知ってる方はやっぱりJ2のシャーレをこう渡した時の、ね、絵といいますか、はい、お二人っていうのはやっぱりこう考え深いことがあったのかなと思うんですけれども、はい、いかがですか？僕はもうそうですね、だ、まあ、まずコンサドーレの社長として堀米が新潟に移籍するっていう決断をした時にちょっとびっくりしたんですよね。ちょっと想像していなかった移籍をして、選手としても若干苦労した時期はあったと思うんですよね。でもキャプテンになってその J1 に上がるためにちょっと数年間苦しんでた新潟をまた上に上げたっていうのは大したもんだなと思って。今やもう欠かせないキャプテンですね。もうそうですね、ちっちゃい頃からそういうキャプテンシーとかはあったし、いや、よかったですよ。なんか成長を感じたなって思う点、いや、難しいと思うんですよね、いろんな意味で。っていうのは壊れて移籍したとしてもチームがうまくいかないと3年ぐらいでガラッと変わっていくことがよくある世界なので、その数年間移籍しても数年間同じような立ち位置でチームをこう引っ張り続けることができたっていうのはやっぱりそれなりの苦労もしっかり乗り越えてきたと思うんで、まあゴメスの人間力みたいなところじゃないですか。30年後はどんな、まあ、J リーグなんか構想みたいなのってこれがね、なかなか想像するって、まあ、難しいじゃないですか。ただ、まあ、僕のこれはあれですよ、勝手なイメージですけど、30年前って今イングランドのプレミアリーグが世界で一番、まあ、これは多分そうなんだと思うんですよね。で30年前って別にそんなに変わらなかったんですよ、 J リーグとイングランドプレミアリーグって、売り上げとかも含めて。
でもこんなに差がついて今います。まあ、逆に言うとやりようによっては30年でそのぐらいのこう差は埋まるし、まあ、もしかしたら差はつくしっていうことなんだと思うんですよね。で30年後にヨーロッパが今のままでいるとも限らない。でアメリカはアメリカでちょっと違ったビジネスモデルでサッカーのリーグを始めてうまくいくかもしれない。ってなるとなんかヨーロッパをビジネス的に目指すってことよりも J リーグは J リーグとして日本のサッカーとしてアジアの中の中心としてどうなっていくのがいいのかみたいなことを考える方がちょっと面白いかなと思っていて、30年後には多分サッカーのその世界のバランス、パワーバランスもきっと変わっている中で、やっぱり J リーグは J リーグとしての魅力をしっかりと出すことができるようになっていれば、まあ、世界の中でも、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、日本みたいなことになっていてもおかしくない。だからなんかどっかの真似事とかをするよりも自分たちは何が強みでどうなっていくのがいいのかみたいなことを、まあ、考える方がいいのかなと。どこでこう勝負できるかなって思うとまだ私はピンとこないなと思っていて、あー、なるほど。逆にこう野々村チェアマンの中でここで勝負できるんじゃないかなと思うところ、まあ、今は例えばヨーロッパがトップだとして、そこに人が流れていく、まあ、選手として流れていくっていうのがまあ現在、まあ、数年前から今はそうですよね。でその流れは別に逆らう必要はないと思うんで、日本っていう国から日本の中心選手がまあヨーロッパに出ていくっていうのはまあ今までもあります。でここからは多分もっと周りでいうとその東南アジアとかアジアとかってサッカーがまだまだ日本よりは少し劣るけど、サッカー人気も含めて爆発的に伸びそうな国っていっぱいあるんですね。でそこの選手たちが J リーグで活躍できるようになり、かつじゃあヨーロッパに出ていくみたいなことが、まあ、10年後ぐらいにそんな風になっていくとするなら、例えばチャナティップっていう選手、タイの選手を札幌が取ったら、やっぱりあの J リーガーになりたいと思ってた子供は日本の子だけだったと思ってたのが、タイの子どもたちも、まあ、J リーグに行ってみたいと思うようになっていくわけですよ。でそれが例えば東南アジアの子どもたちがみんな思い始めたら、それはそれで J リーグの価値は絶対上がりますよ、ね、でそれで J リーグがアジアの中で圧倒的な存在感を示していきながら、まあ、ビジネスでもうまく成功していくと、まあ、だんだん多分そのビジネス的な差は埋まってくると思うんですよ、ヨーロッパとの差は。でその時に日本ってどんだけ安全だって、まあ、他の国からは信じられないほど安全で安心なわけですよ。だからサッカーだけの魅力じゃなくて、国の魅力としてあの国に行って住みたいなと思う海外の選手はたくさん出てくるし、今もいるとは思うんですよね。そこのビジネス的な、まあ、給料が少し上がるぐらいのビジネス的な成功があれば、日本っていう国の魅力で多くの人は来ると思います。